10代女子が選ぶトレンドランキング人部門の2位は目黒蓮、1位はマイナビが運営するティーンのマーケティングやリサーチを行うマイナビティーンズラボは2023年に流行した一言もの言葉歌の5ジャンルについて10代の女性658人にアンケートを実施。その結果を2023年10代女子が選ぶトレンドランキングとして発表しました。本記事ではその中から、人、部門を紹介します。2023年に最も注目を集めたのは誰なのでしょうか？早速ランキングを見ていきましょう。第2位、目黒蓮。第2位はスノーマンの目黒蓮さんでした。抜群のルックスを持ち、俳優としての活動も目覚ましい目黒さん。2022年にはドラマ、サイレントや NHK 連続テレビ小説、舞い上がれなどの話題の作品に出演。また映画、月の満ち欠けの演技が評価され、第46回日本アカデミー賞で優秀助演男優賞、新人俳優賞を受賞。その他、映画、おそ松さんやドラマ、サイレントでの演技で、橋田賞新人賞、キネマ旬報ベスト10で、新人男優賞、など数々の賞を受賞しています。これからのさらなる活躍が楽しみですね。第1位、ちょんまげ小僧。第1位は、現役中学生6人の YouTuber グループ、ちょんまげ小僧でした。メンバーの一人、ひき肉さんの、ひき肉です、の挨拶が話題となったのをきっかけに、2023年7月にチャンネル登録者数1000人を達成した後、約1ヶ月で100万人の大台を突破する快挙を成し遂げ、新世代 YouTuber として注目を集めています。公開している動画は、クイズや人狼ゲーム、公園で鬼ごっこといった中学生らしい日常を等身大で映し出したもの。男子中学生の放課後を垣間見ているかのような雰囲気や自然体の会話が魅力となっています。また、動画編集はメンバー自身で言っており、クオリティの高さが評価されています。